雨宿りバス停理場。前回ちょっといろいろありすぎて説明できねえわ。まず前回ここで左に行ったらアイテムみたいになったね。あ、心のかけらか。心のかけらってさ、最終的に、あ、一個逃してんのかな。なんかもうそろそろ終盤っぽくね。これ下行けば、下、え、下めっちゃ長くない。待って、これどういうこと。え、めっちゃ、あったわー。ねえこれ、え、これで、はい、あ、セーブがある。セーブして、これさ、多分埋めるやつかな。埋めてなんとかするパターンか。オッケー、オッケー、完璧。この先何かあるのか。よし、行ってみよう。これで2つあるけど、あ、なんか、なんだこれ。え、なんもねえの。あれ、なんもねえ。え、わかったー。目に見える場所にばかり気を取られては先に進まないものである。同じ感じにするってことね。これでも取れないけど、こういうのはね、何回もやったぞ。何かに使えそうだな。そうだね、毛布を手に入れた。ぐっちゃぐちゃなって、これ割るんだ。割って椅子をどう動かす。あっちの方を動かすんだな。なるほど、これ楽しいな。これ言うの楽しい。これをここに置いて、おいしそうな焼き魚かな。食べる。まだ出来たてっぽいし食べても大丈夫だよ。食べちゃってで、ここに誰かのメモを置く。あ、椅子だ。あ、で、ここに毛布をかける。毛布すると、え、すると進んでると、あれ、ん、あれ、あとなんか、え、あと OK じゃね。え、あと OK じゃね。え、え、え、なにこれ。は、あ、どういうことこれ。え、すげえ、いきなりこんな始まるの。こ、こうだな、こうだな、じゃあこうだな。こうだ、きたー、やっと完成したよ。私パズルやってるビールじゃないぞ。どうと、なんだ、急にあたりが真っ暗に。お、セーブ、どこだここは。ちょっとセガ危ないってのに。セービング、よし進もう。なんか俺めっちゃサクサクだぞ。なんだここは。なんだこの子は。あいつが近くにいるのか。行ってやろう、かかってこい。ここだな、何が入ってるな。あ、うん、なんだこれ。何かに使えそうだな。今すぐ使えるやつだ。土、おい、おい、いいね。ひびが拾ってがたちまたた。なんか俺なんかめっちゃ進むの早い。ここで、さすがに私もこの段数は答えるな。猫の鳴き声。お、生きてた。やはりあの小娘の人押しな性格はこのような悲劇を招いてしまったが。猫が喋った。自分が他人を大切に思っても相手も同じ感情を抱いてくれるとは限らない。ましてあの黒髪の少女には最初から感情がないようにも感じたからな。小娘、黒髪の少女、もしかして千歳と小鳩のこと言ってるのか。何にせよ今あの小娘を救えるのはお主しかおらない。このまま黒髪の少女を放っておけばあの小娘は命を落とすことになるからな。それは分かってる。千歳は私が助けるさ。しかしあの少女はいろいろな意味で厄介じゃぞ。やつは何も感じずに人を傷つけることができるからな。確かに千歳を刺した時もあいつ無表情で冷たい顔してた。本当に感情がねえんだとしたら千歳はなんであんなやつのこと。とにかく時間がない。今は前進め。その先にやつはいる。はい、え、おい、お前血出てるぞ。なに、ちょっと鳥と遊んだだけじゃ大した傷じゃない。お前か出血。まあ、一体何者なんだ。わしはただの迷い猫じゃよ。かっけえ。世間一般じゃ言葉を喋る猫はただの猫とは言わないんだぜ。それじゃただならぬ猫の足から一つ条件をくれてやろう。やつが穴の上に乗った瞬間勢いよくレバーを倒すんじゃ。はい、
うまくいけばそれで奴を倒すことができるやもしれん。コバットが穴の上に乗った時レベアを倒すか。手を貸してやりたいのは山々じゃが、これでも老体でな。すまんが、お主に全てを託してわしは去らせてもらう。さらばじゃ、若者よ。あざした。ちとせのこと、頼んだぞ。はい。本当に何者だったんだ、今の黒猫。とにかく、ちとせのためにも、やつの言うと、今は全身あるのみだな。行くか。いるけど、セーブさせてくんねえかな。行けねえし、帰んね。あ、帰れる。帰ろう。ちょっと待って、大丈夫か、あいつ。めっちゃ血繋がってっけど。え？そんな、死んでる？嘘でしょ。あの猫めっちゃかっこいいじゃん。てか今すげえな、一気に泣きそうになってんだけど俺。かっこよかったぞ。うわ絶対倒す。まあ、なんだよ、かかってこいよ。君、茜だっけ。どうしてそんなに必死に千歳を助けようとするの。あ、友達だからに決まってんだ。お前こそ千歳の友達だろ。なのにどうしてあんなこと。友達？私に友達なんかいない。友達なんて自分の虚栄感を満たすための見せかけの存在でしかないんだよ。現に私は友達だと思った人に冷たい顔で裏切られたり悲しい思いをしてきた。だから千歳もきっといずれ私のことを裏切るに決まってる。千歳のこと裏切ったのはお前の方だろ。学校でお前を探してる時のあいつの顔、本当に心配そうだったんだぞ。なのにそんなお前に包丁を突きつけられて、あいつがどんな気持ちだったか。お前の目的は何なんだ。どうして千歳を突き刺しにしてたんだ。私は本当ならもうこの世にいないはずの存在だった。やっぱりあの20年前の地方新聞で自殺したって書いてあったのは、私の家では代々こんな教えが伝えられてきた。コバト、今からお母さんが言うことをよく聞きなさい。お母さんもお父さんもコバトも亡くなったら魂は行き場所を失ってしまう。だけどこの地方の守り神様がきっと私たちを向こうの世界に導いてくれるわ。だからコバトが死んでしまったら必ず守り神様のいる高野家へようこそ。それじゃだ。え、どうやって行くのかって。大丈夫、おばあちゃんの世代がちゃんと道を作ってくれたから。雨宿というバス停で待っていればきっとコバトを迎えに来てくれるぞ。それを待ってたのか。ただし何があっても絶対にバスに乗り遅れないようにね。バスは一人につき一度しか迎えに来てくれない決まりだから。もし乗り遅れてしまったその時は、教えに従ってバスを待ってたお前はクラスメートに声をかけられた。驚いたお前は慌てて逃げてしまい、逃げ出してしまいバスを逃したってわけか。でもそれと千歳を傷つけたことと何の関係があるってんだ。これ以上君に話すことはないよ。千歳を殺すことが目的だったにしても、お前と千歳はずっと一緒に行動したんだ。殺さなきゃいけねえんじゃねえの。もしかして呼び止めたの千歳ちゃんだもんね。だったらこのチャンスはいくらでもあったはずだろう。なのにどうして今の今までそれをしなかったんだ。話すことは何もないって。お前本当は千歳のことやめて。はい、声枯れてきた。その気はなかったけど、あんまりしつこいと君も殺しちゃうよ。やってみろ。こっちこそ力づくでお前の目的を果たしてる。ふん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 。ちょっと待ってください。はいはいはい。やべ、ごめんなさい、本当ごめんなさい。許してください。ちょっと待ってください。そうですよ、許してくださいね。許してください。はい、開けるー。はい。はい、よしよしよし、いいぞいいぞ。しゃえっ。さあ話してもらうぞ。お前が千歳を傷つけてあげよう。千歳は私にとってバスに乗り遅れてしまった時の乗車券だから。は？千歳がバスに乗り遅れた時の乗車券。何言ってるんだお前。
殺さなきゃ乗れねえ。これをお伝せに。救急箱を受け取った。おい、お前どうして。私とゲームしようよ。私が鬼で、千歳と茜が逃げる役。私が追いついたら、今度こそ千歳はの勇気。どう。私が本気で逃げたら、お前みたいなガキには捕まらねえ。そうだね。だけど怪我した千歳はどう。千歳を抱えながらでも、お前なんか言うて振り切ってやるよ。自信家だね。その息でよ。おざす。それじゃ、私はしばらく待ってるから、早いところ遠くへ逃げないよ。望むところだ。千歳は絶対に死なせない。あ、危ねえ。こっちか。お、早い。待って、一回セーブしに行こう。ダメかな。セーブしに行ったらダメかな、これ。ダメなパッティンかな。セーブして。はい、急ごう。ふっふっふっ、はい。ウォーミングアップ、ウォーミングアップ。人死んでねえよな。え、人瀬がいない。あの状態で一体どこに。千歳が読んでたのか。死後の世界下巻。各地域の風習を研究していくにつれ、このような風習があることが分かった。それは家族を失った者が同性の同い年の命を死んだ者の墓前に捧げるというものである。詳しい詳細は明らかではないが、それによって実写が成仏できると考えられていた。これが単なる道連れなのか、供物の、役割を果たしていたのかは定かではない。おう、ん、え、お姉ちゃん。あ、いじめっ子。え、お前どうしてここに。お姉ちゃんたちがなかなか戻ってこないから心配になって、それで格好悪決まってたら音楽室に空いてる穴に落ちちゃったの。お前もか。そうか、心配かけて悪かったな。ちょっと今ちとすはぐれちゃってな。この縄を登ろうとしてたところなんだ。もしかしたら出口かもしれないし、ちょうどいいからお前私についてこい。うん、わかった。よっしゃ、なんかわかんないけどパーティーメンバー増えたぞ。外？まさか千歳も外に。どっちだ？下か。ちょっと待って、パーティーメンバーどうなってんの？一人しかいねえし。あ、え？車？え？なんだ？二人ともこんなところにいたのか。父さんどうしてここに？は？二人を探しに学校に行ったら、校舎の扉が開かなくてな。仕方なく学校近くの道路を走ったらお前たちを見つけたんだ。そっか、助かったよ父さん。それじゃあ父さん、悪いけどこいつのこと頼むよ。あかね、お前は。私にはどうしてももう一人守らなきゃいけない奴がいるんだ。まさか彼しか。違うって、そんなのいないって知ってんだろ。冗談だ。よくわからんがお前の目を見てるから本気なのは伝わってくるよ。だが守ると誓った以上、必ず守るよ。それが立花家の家訓だ。ああ。それじゃ行くぞ。事情は家でたっぷり聞かせてもらうからな。ちょっと待って。その前に私、お姉ちゃん言わなきゃいけないことがあるの。実は私、学校でふるさとさんのこと、いじめてたの。なんだと？友達がふるさとさんをいじめてて、それで私も一緒になって、一緒にやらなきゃ、私がいじめられると思って。ふさとさん、あんなにいい子なのに、本当にごめんなさい。私に謝ってどうすんだよ。え？今度、千歳に会ったら、お前が直接千歳に謝れ。謝れって言っても、口だけじゃないぞ。ちゃんと行動で示すんだ。行動。千歳が他の誰かにいじめられてたら、お前が千歳を守ってやるんだよ。それで、もしお前が誰かにいじめられたら、私がそいつをぶん殴ってやるからさ。声がおかしい。お姉ちゃん、分かった、約束する。よし、絶対だからな。分かったら、今日はもう帰って休め。お姉ちゃんもすぐ戻るからさ。う、気をつけてね。リア、リアスさん、足がすごくビリビリする。さて行くか。行きましょう。セーブはないんすか。セーブないと僕強気に行きませんよ。あったぜ。ちょっと待って。ちょっと待って。やべんじゃねえのこれ。救急箱。傷口の応急処置をした。生きてる？所詮、頼む、目を覚ましてくれ。何？おい、なんか屋上から落ちてきたぞ。あ、
確か隣のクラスの。嘘、ひょっとして自殺？うわ、ぐっちゃぐちゃじゃん。気持ち悪い。まだ生きてんじゃないの？なんかこいつ歯入ってね。マジかよ、こいつまだ生きてるぞ。どうする、救急車呼んだ方が。でもこんな状態で助かってもなんかかわいそうじゃない？見なかったことにして俺たちは帰るぞ。ここの学校の生徒全員クソじゃね？そうだな、救急車はきっと誰かが呼んでくれるさ。痛い、苦しい、誰か助けて。だんだん体が冷たくなっていく。ああ、あかねさん、そせ、もしかしたら私コバトちゃんにすごくひどいことしちゃったのかも。何言ってるんだお前。ひどいことされたのはむしろお前の方だろ。私さっきコバトちゃんがバスに乗るのを邪魔しちゃったの。さっきって感じなの？バス、バスってどこの？この道路の先にある雨宿っていうバス停。雨宿って私が生まれた頃に運行停止になった。コバトちゃんはあのバスに乗って行く場所があったんだと思う。行く場所？だけどあいつは。私には何も見えなかったけど、コバトちゃんはバスに乗ろうとしてた。それを私は道路に飛び出ちゃ危ないって慌てて止めちゃったの。え？どうした？びっくりした。びっくりした今。録画つく。モニターがなんかいきなりピュッてなった。実はさっき、コバトのやつに会ったんだ。そこであいつはこんなこと言ってた。そんな、コバトちゃんは20年も前に。でも、バスは一人につき一度だけ。それじゃああの時、コバトちゃんはどうしてバス停に？てか、そろそろその状態で話すのやめよう。とにかく、高野に行こうとしたコバトを、千歳が邪魔したわけじゃない。だけど、あいつは千歳がバスの乗車券とかわけのわからないこと言ってた。私が乗車券？だから、またすぐにあいつはお前の家を奪いに追いかけてくる。ここは一旦近くのコンビニまで行ってかくまってもらおう。安心しよう、私が絶対にお前助けるからさ。おお、ちょっと待って、セーブしよう。てか、めっちゃセーブデータあるな。見つけて、待って、来た。まずい、この感じ。急いで行かないと、あいつが来る。来た。はいはいはい、俺の逃げ、早い。はい。おい、あぶね。ねえ、どうすんのこれ、どうすんの。あ、なるほど、わかったぞ。待って、下ね、で、左ね。それでもう雷にならないで。あ、キョ、いいよ、ちょうどいいタイミング。上行って、左行って、下行って、俺これマジで枯れてきてんな。下行って、右行って、あ、危ない。右行って、ちょっとマジで近いぞ。もうミスれないぞ。下、惜しい。あれ？ねえ、これ。ここどこだ？千歳。おい、お前千歳何するつもりだ？千歳こっちに返せ。あ、はい。あー。いや、よく発見されたね。左、下、右、危ない。下、左、もう雷ならねえ、頼むから。上、左、ここ雷だぞ。下、右ね。右、めっちゃ俺今、めっちゃリードしてんじゃない？起きたり、全然余裕。はい、すいません。まだ？ちょっと待って。あぶねえ。バス停でしょ？バス停まで行けないでしょ？ちょっと、どこまで行くの？あ、ええ、うん、あ、そっか、コンビニか。はい、全然大丈夫、全然余裕。ちょっと待って。お、まだ？ちょっと待って、マジで、これ俺も一発でクリアしたよ、ほんとに。はい。あれ？もう追ってこないな。もう少しにしてもんだ。調整？今日してない。嘘でしょ？
ところに。怖っ。私死んじゃったの。体の感覚はなんとなくある。だけど声が全く出せない。なにこれ、なにこれ、あれだっけお前。は、その髪飾り、花飾り、髪とでも持ってるのブス。お前の方ブスだバカ。こっち可愛いわバカ。ちょっと話しかけろ。別に話しかけてねえでお前と。めっちゃ来るやん。お前に友達なんて一緒できないんだよジミー君。なるほどね。お前 D だね、名前 D。 クラスメート D って名前だなお前。なにクラスメートにいじめられてる。あ、冗談はやめろフルさんと。俺の受け持つ教え子はみんな心の優しい生徒ばかりだ。お前は心が腐ってる先生だな。そんな優しい子たちをいじめっ子扱いするお前以外はな。マジか、リアルなクズだな。こっち行くと、え、どうすりゃいいんだ。私はあのバスに乗らなくちゃいけなかったのに。絶対に許さない。そしてなんて死んじゃえばいいんだよ。ごめんね。なん、ただ文句言いに来ただけかよお前。こっちにもいいんだろうな。あ、違う。私、お前みたいなエコブルター偽善者大嫌いなんだよ。ちょっと待って。はあ、このまま一生目覚めなきゃいけない。おい、どうしたの、何があったの急に。割って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 。はい、はい、はい、はい。よいしょ、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 はい。どうせこれからも生きて、これから生きていても誰からも好かれることもない。そんな人生を歩んでいくくらいなら、いっそ、俺死んじゃおうかな。おい、やめろ。それがいいよ。千歳が死んじゃった方がみんなも迷惑せずに済むもん。早くここから飛び降りろよ。どうせお前のことなんか誰も気に留めないんだからさ。そうだね、さようなら。私の短かった空っぽの世界。バカなことしちゃ。私はお前がこんなところで死ぬなんて絶対に許さないぞ。どうして茜さんは私みたいな偽善者が嫌いなんじゃ。うるせえ、いいから絶対にこの手を離すな。邪魔するな、さっさと死ね。ちょっとお前だって本心ではそんなやつ死んでほしいと思ってんだろ。だって俺この展開すごく嫌なんだけど。黙れ。確かにこいつは大甘野郎だ。最初はそんなに虫唾が走ったよ。虫塚だけど接してるうちに分かった、こいつの優しさは本物だって。そんな千歳が好きなんだ。これからずっと守ってやりたいんだ。お前らさっさと千歳のこの世界から消えてなくなれ。何この友情。兄さん、私よし、邪魔者は消えた。引き上げるぞ。泣きそう。茜さん、ありがとう。私、自暴自棄になって、自分から命を投げ出す頃だったよ。いいんだ、無理もないよ。ここは多分、お前の精神世界。ここにいるだけで、お前の人生に触れた気分になるよ。今まで辛い思いをしてきたんだな、千歳。ううん。小畑ちゃんに比べたら、私の苦しみなんて。それにしても不思議だよ。千歳には他人と自分の人生をシンクロさせる能力があるみたいだ。ええー、何それ。なんかそれってまるで漫画のキャラクターみたい。それだけ他人思いの優しいやつってこと。とにかく現実世界の千歳はまだ大怪我を負ってる状況だ。もうすぐコンビニ着くけど、それまで耐えられそうか。うん、茜さんと一緒なら。よし、それじゃあ一緒に戻るぞ。戻ってきた。本当に不思議だ。動けないぞ。よかった、そしてもう息を吹き返しみたいだ。私はお前の友達だ、必ず助けてやるからな。やっべ、めっちゃ面白いんだけど。え、ちょっと待って、セーブさせてね。ありがとう。じゃ帰るわ。じゃあね。はい、捕まえた。お前先回りしてんのか。じゃあ今まで私たちを追いかけてたあの影は一体何なんだ。あれは私の影だって、私そのものじゃない。私の心から負の感情だけを切り離してできた存在。負の感情を切り離した。その割には今のお前も十分性格歪んでるように見えるけどな。私が負の感情を切り離したのは、長い長い時間を無感情でやり過ごすため。もう傷ついたり慰められたり、
また傷ついたりするのを繰り返さないため。だから負の感情を切り離したように正の感情も同じように切り離した。つまり今の私にはもう感情なんてものは残ってないの。さて二人とももうくたくた。私が今すぐ楽にしてあげる。ここまでか。何？千歳の持っていた心のかけらが突然光り出した。ここで心のかけらなことは俺一個取ってねえ。なんだ千歳の持ってる変なかけらが。これって頼むよ。ハッピー。見てあれ。何？あーなんだっけ隣のクラスの。いじめられてるんでしょ。かわいそう。でも自業自得だよね。だってあの子なんか暗いし。あ泣いてる。あなたはもう大丈夫。これからは悲しくて泣くこともない。嬉しくて笑うこともない。何も感じずたった一人で長い間時間が来るのを待てばいい。あなたと同い年の女の子があなたの目の前に現れるまで、その子をあなたの手で殺せばもう一度バスは来てくれるはず。え？あの知り合い？いや全然。どうしました？いやそのごめんなさい。私実際出るとね用がないならこれで。ずっと待ってたんだ。できるわけないよ。何の罪もない同い年の女の子なら悪いやつを殺しちゃえばいいんだよ。悪いやつ？あの日バスに乗ろうとした時私に声をかけてきたクラスメート、いじめられてるのを助けてあげたのに私のことを見捨てたあいつだったよね。あいつが声をかけてこなければ私は今頃バスに乗れていた。でもあれからすでに何年も経ってるんだよ。年を取ってないのは私だけでクラスのみんなはもうバスに乗るふりをして誰かに邪魔させればいいんだよ。あの日をもう一度再現してその子を殺せばいい。そんなこと。大丈夫。まずは人を憎むことから始める。私そしてなんてこと。おお前様子が変だぞ。今の光何だったんだ。千歳が持っていたのは私が捨てた心のかけら。心のかけら？さっき話した私の性の感情の部分、もう捨てたつもりだったけど千歳が拾い集めてくれたんだ。ちょっと待って。しまった、追いつかれた。私の負の感情、あなたももう私の中にお帰り。お強い。ふう。化け物がコバトの体の中に。バスに乗り遅れてしまっても、もう一度バスを呼ぶ方法がある。それは自分の手で同性の同い年の命を奪うこと。同性の同い年。そうか、それでお前は千歳のことを。でも安心して、もう私は千歳に危害を加えない。信じていいんだな。ええ、全部私が間違ってた。ねえ、アカネ、千歳のことあなたに託していい？お前に頼まれなくてもそのつもりだ。千歳は必ず私が助ける。お前が千歳にしたことは忘れてやる。だからさっさとここから消えろ。そして二度と千歳の前に姿を現すな。分かったな。分かった。千歳のことよろしくね。私は千歳を抱えてコンビニに駆け込み、すぐに救急車を呼んだ。千歳の傷は絶妙に急所を外れており、幸い命に別状はないということだった。警察にはこの夜にあったことを正直に話したが、信じてもらえなかった。確かに私自身、あの夜にあったことが現実だったのか、今でも時々怪しくなる。あれからまた日常は動き出し、3ヶ月の月日が経った。20年前、雨宿から出てたバスが通ってたルートの最終駅。やっぱり高野駅、で間違いない。千歳、
橘さんって友達がと話しかれて犬前に来たよ。茜さんが？それにしてもお母さんがたまたま帰りの遅い日に学校に忍び込んで怪我するなんて。でもなんとなく、なんともなくて安心してはこれからはもう無茶しちゃダメよ。とにかくお友達待たして悪いから早く下に降りてきなさい。はい。よっ、久しぶりだな千歳。怪我もう治ったのか？うん、おかげさまでこの通りバッチリ。ちょっと俺声枯れてきたわ本当に。あの日あかねさんが必死に私を運んでくれたおかげだよ。あは、一時はどうなるかと思ったけど元気そうで何よりだ。ところであかねさん、私に何か話があるって。いや、まあ、あのあと私が小鳩から聞いた話千歳にも話しておくのが筋だと思ってな。嘘。それじゃあ私がバスの乗車券っていうのは、同性の同い年の命を奪えば高野のバスはもう一度来るらしい。だから自分と同い年の千歳を殺してもう一度バスを呼ぼうとしたんだ。まさかお前変なこと考えてないよな。え、確かにあいつもかわいそうだけど、やろうとしてたことは最低だ。自分が成仏するために罪のないお前の命を奪おうなんて。しかしあいつ今どこで何してるんだか。色と千歳の前に現れるなとは言ったけど、このまま永遠に成仏できないなら。永遠に成仏できない？いや、だからそれはお前が気にすることじゃ。小鳩ちゃん、またこの感覚。ねえ鈴なりさん、ちょっと今時間いい？うん、大丈夫だけど。実はこの子が鈴なりさんとお友達になりたいんだって。わ、私と？うん、ダメかな？うん、ダメじゃないよ。私、今まで友達いなかったからすごく嬉しい。やったじゃん、友達になってくれるって。じゃあ鈴なりさん、今日から仲良くしてね。お？やれや、せんげて。はあ、マジ最悪なんだけど。絶対断ってくれると思ったのに、同存だわ。それより、あんたさ、これからどうすんの？あいつ、本気であんたと友達になれたと勘違いしてるよ。ひでえな、おい。ああ、それなんだよな。絶対、あのブス、これから毎日つきまとってくるわ。わあ、想像つく。あいつめちゃくちゃ喜んでたもんね。ああ、ほんと明日から学校来るのを憂鬱だわ。じゃあさ、あいつ、不登校にさせちゃおうよ。え？どうやって？私にいい考えがあるんだ。ちょっと耳貸して。鈴なりさん、今日も体育休みなの？うん、私、生まれつき体が弱くて。でも私、鈴なりさんと一緒に体育の授業受けたいな。でもそれは。ね、絶対楽しいから。試しにそのマットで前転してみなよ。鈴なりさん、私たち友達でしょ？友達の言うことが聞けないの。わかった、やってみるよ。典型的ないじめやん。うわ、なんだもう。今から運動音痴の鈴なりさんがみんなの前で前転します。マジ、あいつ運動なんてできんの？っていうか見てみ、めちゃくちゃ震えてんじゃん。え？うわ、ダッサ、今そのままマットに突っ込んだぞ。ていうかこいつ授業の妨げじゃね？真面目な俺らの邪魔すんねやな。そうだ、今なら先生見てないし、こいつ体育倉庫に止め。は？おい、誰かそっち側持て。え、こいつら根っからのクソなんだな。ごめんなさい、もうしないから。いや、音。じゃあな鈴なり、誰か見つけてくれるといいな。かわいそうじゃん。誰か助けて。そうだよね、私なんかに友達なんてできるはずない。私はこれからもずっと永遠に一人ぼっちなんだ。はあ、違う。これどっちなの？こっちじゃね？
私の初めての大切な友達。千歳。ごめん、茜さん。私行かなきゃ。千歳。なるほど、マスカ。え？畜生。ん？今日も雨だ。いる。動ける。行かない。行けない。ちょわ、行けない。あ、千歳。ごめんなさい。茜とは約束したけど。どうしても一度、千歳に謝っておきたくて。許してもらえるとは思ってないけど、それでも私。ううん、もういいんだよ。え？もう忘れた。私何も覚えてないよ。私が言うのもなんだけど、千歳、お人よしすぎるよ。えへへ、よく言われる。ねえ、コバトちゃん、隣に座っていい？うん。なんかさ、コバトちゃんと初めて会った時から、私、他人のような気がしなかったんだよね。そうなの？うん。なんか昔からの友達だったような。実は私もそんな感じがしてたんだ。話してると不思議とどこか温かい気持ちになるというか。本当？よかった。私だけ一方的にそう思ってるだけかと思ってたよ。ねえ、コバトちゃん。何？私たちこれからも変わらず仲のいい友達でいようよ。でも私、もう千歳の前には現れないって茜と。もうコバトちゃんからは悪い感情がなくなってる。と茜さんも心の底ではそのこと分かってるよ。だからこれからは私と一緒に生きていこう。本当に私と瀬の友達でいていいの？うん、もちろんだよ。あ、雨が止んだ。分かった。もう私絶対に友達を裏切らない。だからこれからもよろしくね。うん。そせ、まあ、やっぱりコバトに会いに。あかねさん。ごめん、あかねさん。やっぱり私、コバトちゃんのこと一人にできなくて。千歳、ちょっとこっちに来い。あ、うん。お前分かってるのか？コバトはもう死んでる人間なんだぞ。触れたり会話することはできても年は取らないし、人の温かみもない。でも千歳はこの先大人になって自分の人生を歩んでいくんだ。コバトと一緒に生きていくってことはそういう人生を犠牲にするってことだ。きっとそれに耐えられなくなってコバトの元から離れる日が来る。それで悲しい思いをさせるくらいなら最初から。離れないよ。私はもうコバトちゃんを一人にしない。そう決意したの。それが私のこれからの人生。そうするって決めたの。お前なあ。決めたの。何言っても説得できそうにないな。でもお前、一緒に生きていくってことは一緒の家に住むってことだろ。そんなの親御さんにどう説明するつもりだ。あ、そっか、どうしよう。出たよ、考えなしの人し。ああ、ほんとしょうがないやつだな。こいつと一緒にいると、こっちまでおかしくなっちまうよ。あかねさん？おい、コバト。何？お前、今日から私の家に来い。え？ちょっとあかねさん、それどういうこと？私、先月実家を出て一人暮らしも始めたんだよ。アパートだし、あんまり広くはないけど。いくらい増えても問題ないからさ。千歳が自立してコバトを迎えに来るまで私がコバトを家に置いといてやるよ。本当にいいの？その代わりすぐに迎えに来いよ。私にも自分の人生があるんだからな。うん。でもコバトちゃんそれでいい？うん、私はそれで構わないけど。よかった。私すぐにコバトちゃんを迎えに行くからね。うん、待ってる。
よーし。それじゃあ話がまとまったところで3人でうまいものでも食いに行くか。これハッピーエンドじゃね？ところでふと気になったんだけど、コバトってその体で飯食えるのか？あ、確かに。食べなくてもお腹は減らないけど、食べることはできるよ。必要性の低い娯楽みたいなものかな。なるほど。つまり食費はあまり増えなくて済みそうだな。何か言った？いや別に。さあ、二人とも何が食いたい？今日は給料日だから奮発するぜ。あ、その前に行きたいところがあるんだけどいい？うん、構わないけど、ここから近くなのか？うん、すぐそこだよ。先にコバトちゃんとの約束、果たしておきたいからさ。え？おい、はい、はい、はいって言ったら、はいっていう人だった。なんか、俺の声が、ちょっとガラガラしてきてね。あんまり声出ないんだよ、今。だけど今すげえ喜んでんだけど、俺。これ何エンドなんの？これ何エンドなんだろう？てか、すげえクソみたいな体勢やってるからさ、下半身めっちゃ動けないんだ、動かないんだけど。めっちゃ痺れてるんだけど、下半身全部。これ何エンドなんだ？これ心のかけらあと一つ足りなかったんだよね。これ何エンドなの？ノーマル？これでも俺十分トゥルーだと思うんだけど。あ、でもトゥルーだったらちゃんと成仏すんのかな？どんな感じこれ？面白かったけども、ちょっと先気になるんだけど。しかも下半身がすげえやばい。やべえ、俺すげえ今いいエンド見てる。お、ホッピーだ。一緒に生きていく。おいいね最後。でもこれで終わりな、これで終わり、終わろう、これで。いやー、面白かったわ。てか最終回長いな、多分。みんなどうだった？多分俺すげえいいエンドを見た気する。なんか多分エンド他にもあると思うから、ちょっとみんなもやってみて。じゃあサクッて終わるわ。またなんか、もし感動したら高評価教えて。じゃあ終わります。コメントも残してって。終わります。うわー、面白かった。じゃあまたね。よーし、よーし、戻ってきたぞー。あ、ちくしょう。あー、いやーね、残りのね、心のかけらあんじゃん、あれね、本当に一番最初の心のかけら俺取ってなくて、公園にある砂場のところで手に入るやつをね、一個だけ取ってなかった。だからわざわざ最初からやり直してきましたよ。あ、ちとせ。まあ、ここら辺から多分違うんだよね。まあ、今までのところは、まあ、完全に同じだったから飛ばしてるけど、許してもらえると思ってなかったけど、もういいんだよ。え？何も覚えてないよ。お人すぎるよ。まあ、これよく、これあったよね。隣に座っていい？うん。これがね、トゥルーエンドらしいんだよね。なんかさ、コバトちゃんと初めて会った時から私他人のような気がしなかったんだよね。そうなの？うん、なんか昔からの友達だったような。実は私もそんな感じがしてたんだ。話してると不思議とどこか温かい気持ちになるというか、
本当？よかった。私だけ一方的にそう思ってるだけかと思ってたよ。ね、小畑ちゃん、何？マニー友達が一緒に死んでって言ったら死ねるかって聞いてきたことあったよね。あったね。あ、いや、それはいいよ。え、私いいよ、小畑ちゃんと言って死んでも。めっちゃ噛んだ。それって一緒にバスに乗ってくれるってこと？うん。どうしてそこまで？私も学校でいじめられてて、今までずっとずっと孤独だった。だけど小畑ちゃんと出会って初めて友達と言える存在に出会えた。だからもう一人になりたくないし、小畑ちゃんを一人にしたくない。本当に私と一緒に行ってくれるの？うん。だからあなたの手でもう一度。雨強まってきたね。わかった。ひとせ。何？ありがとう。ううん、気にしないで。え？あ、バス来たんだ。雨宿、雨宿。お乗りの際はお足元、滑らないようご注意ください。そせ、お前、そこまで小畑のことを。お前はこれで本当に幸せだったのか？うん。高先輩、いつ先輩になったか知らんけど、幸せの意味なの人によってそれぞれだ。他人の物差しで測れるものではない。お前はあの時の鷹、伝承の中の言葉を話す鷹っての本当だったのか？二人の魂は私が責任を持ってあの家に導こう。お前も今日見たことは全て忘れて日常へ帰ればいい。かっこいい。かっこいいけど、なんで今まであんなに襲ってきた？ちとせ。幸せそうな顔しやがって。ほんとだ。え、なにこれ。めっちゃ最後感動。え、こっちの方が感動するけどさ、俺あのハッピーエンドの方好きだわ。なんかみんなハッピーじゃん。ハッピーなのかな。もう小畑ちゃんハッピーかわかんないけど、なんか、ああ、すげえなこのゲーム。いやー、なんかこうなると思わなかった。いやさ、てかさ、ここまで来るのにさ、1時間半ぐらいかかったのにさ、最後何分で終わったのこれ。5分ぐらいで終わってるよね。まあこのエンディング見れてよかったわ。わあ、うわあ、なんかパパってやってパパって終わった気分だわ。このゲームをねほぼ毎日やってたから、なんかね終わるのが早く感じる。でしかも動画もね毎日投稿したから、みんなも早く感じるでしょ。めっちゃ早いんだけど、めっちゃ早いけど、めっちゃ面白かったな。まあ、ということで雨宿バス停留所、まあ最初パートなんだろう、3くらいまではちょっと雨宿りって言ってたけど、これ雨宿らしいんでね、まあ、皆さんもぜひともやってみてください。俺バッドエンドをねあんまり見てない気する。てか見てないんだよね。なんかかけらをね、なんか8個以下くらいにすればバッドエンド見れるらしいんだけど、もういい方を見ちゃったからもう見ないよ。もうそっちを見たい人はぜひともやってみてください状態ですからね。ということでまた6月
画時間がですね、録画時間というか録画してる時間がですね、また深夜なんだよね。最近めっちゃ深夜に動画撮ってる気がするんだけど、もう汗だくで部屋密室で窓開けた瞬間もう絶対もう確実にクレームが来るから、まあえて閉めてんだけど、ちょ待ってか、マジでこれ終わんないから、まだ俺エンディングトーク下手くそなんだって。皆さんね、はい、なんでここだけ読んだのかなんでここだけ読んだのか全然意味わかんねえな。まあ最後はこのかっこいい高さに全てを持ってかれたってことですね。この高、そんなになんか活躍してる気はしないんだけど、てかいじめっ子 A さ、あいつ絶対なんか守るからねとか言ってたけど、絶対守る気ねえよなあいつ。あ、なんだここ。お、あー、すごい。わー、面白っ。お、なんだ、まだあんのか。わかんね、お酒上がります。ん、おい、早くそこのコンビニで万引きしてこいよ。あ、いじめっ子、さっさとしねえと、てめえ明日からハブだぞ。できないよ僕、万引きなんて。え、てめえいいこぶってんじゃねえぜ。ここまで連れてきてやった俺たちの黒、水の泡にすんねやな。おい、お前ら、そいつ嫌がってんだろ、くだらねえことやめろよ。なんだこの女、なんか文句あんのかよ。お前らみたいなの見てると虫歯が走るって言ってんだよ。こんなやつほっといてさっさと帰ろうぜ。ああ、よかった、危ねえ。これめっちゃいいやつだな。お前大丈夫か。お前、はい、助けてくれてありがとうございます。気にすんな。でも、お前もお前でいじめられっぱなしは良くないぞ。嫌なことなら相手を殴ってでも拒否しなきゃ。ダメですよ。え？そんなことしたって、殴り返されるだけだし。それに明日からはもっとひどいいじめを受けるかもしれない。そうなるくらいなら、僕は今のままで構いません。そんな、本当にありがとうございました。それじゃあ、僕、もう行きます。そせ、コバト、お前らもこんなどうしようもない環境の中で必死にもがいてたのか。ごめんな、私そのことにもっと早く気づいてやれなくて。本当にごめんな。これがトゥルーエンドだよ。バットに近くね、なんかあかねさん的にバットに近い気するんだけど。いやー、でも最後の最後にあれが、あんな出来事を最後の最後に出されるとなんかやるせねえわ。だから結局俺またいじめ系のゲームだったのかな、これ。またいじめ系実況者って言われるかもしんない。まあ、ということで、さあ終わります。マイドリバステイルジョン、多分今回の動画長くなったな。長くなったけど面白かった。じゃあまた新しい実況でお会いしましょう。またなんかやってほしいゲームとかがあったらお願いします、コメントで。まあなんか普通の感想でも全然コメントしてもらえればありがたいので、あと高評価もよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さようなら、バイバイ。チャンネル登録と高評価ぜひともお願いします。よかったらコメントも残していってね。右上のアイコンもしくは説明欄の方からでも登録ができます。僕たちのモチベーションが上がるので、ぜひとも高評価とチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。